ガイウス・クラウディウス・マルケルス・ミノルは、共和制ローマの原動員議員。マルクス・トゥ・ディウス・キケロの友人でもあった。クラウディウス氏族の出自で、第二次ポエニ戦争で活躍した、マルクス・クラウディウス・マルケルスの直系の子孫でもある。いとこに、同盟のマルケルス・マヨルがおり、区別して、名前の語尾に、ミノルをつけて呼ぶ。妻は、後の初代ローマ皇帝、アウグストゥスの姉である小オクタウィア。 マルケルスの行動は、ガイウス・ユリウス・カエサルとは、政治的に対立していた。紀元前54年、カエサルの娘で、グナエウス・ポンペイウスと結婚していたユリアが死ぬと、カエサルは、新たな血縁関係を築こうとマルケッスの妻、オクタウヤ離縁してポンペイウスと結婚させようとするが、失敗に終わる。紀元前50年、コンスルとなった、彼は兄弟になりつつあった。 カエサルの脅威を取り除くために、10年間の不妊と、当初なっていた、カエサルのプロコンスルの権限を2年早めに召喚を、試みる。イタリアへの帰還の際には、非武装が基本であったから、これで、カエサルの脅威をそぎ、共和制ローマを存続できるはずであった。しかし、試みは失敗。次に、カエサルのガリア総督の悲免を呼びかけるが、これもうまくはいかなかった。そして、 カエサルが出した2期目のコンスルの不在立候補を、コンスルに立候補するには、ローマで立たねばならないと無効とする。しかしカエサルは、ローマ軍団を解散させずにルビコン川を越えて、イタリアに進攻して内戦が始まったが、マルケルスはカエサルに対して、武装抵抗はしなかった。紀元前47年には彼は、カエサルと、兄、マルクス、大マルケルスとカエサルの間を取りなして、 国外に退去した。紀元前40年に死去、妻オクタウィアは、その数ヶ月後に、マルクス・アントニウスと結婚した。マルケルスの妻は、小オクタウィアであり、後に、ローマ皇帝となるアウグストスの姉になる。オクタウィアとの結婚で二人の女子と一人の男子を、儲け、女子は両名とも、クラウディア・マルケッラと、男子は、マルクス・クラウディウス・マルケルスと名付けられ、子供たちは、 皇族として育てられた。このように独裁権力を目指すカイサルの性的であったのにもかかわらず、マルケルスの子孫はユリウス・クラウディウス長の皇族となる。ありがとうございます。